大曲ファミリー体育館です。ここでニュースポーツスポレックの練習をしていると聞いてやってきました。ネットを張って高さを測りコートの準備ができてきました。まず手始めに全員がランダで体をほぐしていきます。スポレックは新潟県糸魚川市が発祥のスポーツと聞きました。代表の方にそのあたりのところも伺ってみましょう。新潟発祥のスポーツで、バドミントンコートで行うテニス感覚のニュースポーツです。見てわかると思うんですけども、プラスチックのラケットにスポンジのボールで打ち合うということで、うちの会員さんでは60歳以上の割合が半分以上いらっしゃいまして、若い方ももちろんできるんですけども、高齢者でも誰でも楽しめるニュースポーツになってます。ボールは柔らかいんですか？はい、こんな感じで当たっても痛くない。それは安心してプレーできますね。そうですね。この間大会があったって聞きましたが、はい、どなたが参加されましたか？そうですね、うちのメンバーから4名女子ダブルスで参加しまして、1チームが3位に入りました。素晴らしいですね。選手は対戦者と握手を交わしています。ペアを組み、いよいよゲームが始まります。礼に始まり礼に終わる、これぞスポーツ精神ですね。気持ちが前へ前へと言っています。お、レシーブが決まりました。チームメイトからナイスショットとの声。お二人の笑顔からも楽しさが伝わってきますね。やりました。スマッシュが決まりました。取材をしていた私たちもプレーしたくなりましたよ。皆さんもいかがですか？